演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちら日清製粉グループザパスタエビとチョコレートトマトクリームパスタを食べたいと思います。あ、なんか久しぶりな、こういうの食べるのなので楽しみですね。ではあ、久しぶりにもういい香りが、これは美味しそうですね。まあさすがにこのままでは食べられませんので少々お待ちください。温めてきます。温め終わりました。ではこちらを混ぜて、いい色になってきましたね。ちょっと見てください。自分は別にエビのクリームだと思ってないんですけど、中にエビ入ってますね。スープみたいなものなのかなと思ったけど、それでも違うのかな。ではまあ食べてみればわかりますね。ではいただきます。本当にこれ冷凍食品なんですかと思わせてくれたこのシリーズ、今回も例に漏れません。以前食べたこのシリーズ、これも冷凍とは思えないほどトマトのクリームの旨味が濃厚で、でも美味しい。ただトマトの酸味は控えめでしたね。どっちかっていうとケチャップに近いような、そんなトマトでした。なので酸味が苦手な方にはおすすめできますが、酸味を求めた方にはもうちょっとかもしれないですね。でもそれがパスタにうまく絡み、中のほうれん草やエビの食感もちゃんと残っていて、とっても美味しかったです。もっといっぱい食べたくなりましたね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。